ウンドに上がったエース菅野。1対1で迎えた4回、中日の4番ビシエドに勝ち越しホームランを許します。追いかける巨人は5回、チャンスで坂本に代わりショートでスタメンの2番広岡。起用に応えるタイムリーツーベース、同点に追いつくと、続く新外国人の3番ポランコ、いきなりタイムリーヒット、勝ち越しに成功します。援護をもらった菅野は6回、ランナー3塁2塁と同点のピンチ。ここを踏ん張り6回2失点でマウンドを降ります。9回には抑えのドラフト1位ルーキー大勢がマウンドへ。しかし満塁のピンチを招きます。ここも切り抜けた巨人、開幕戦白星スタートです。